ラブランジは、甘粛省天南チベット族自治州夏川県にある、ゲルクハの寺院。ラプランタシーキルデラとも言う。中国語ではへしゃげ占い、領事と表記する。チベット自治区のガンデン寺、セラジ、デプンデラ、タシルンポジ、青海省のクンブムチャンパーリン寺と共にゲルクハ六、大僧院の一つとされる。1710年に、ジャムヤンシェッパ一世によって創建。 王子は108の寺があり、活物も500人前後が在籍していたという。しかし、文化大革命で閉鎖され、多くの道、僧院が破壊された。その後多くの建物が再建され、現在在籍している僧は1000人規模となっている。現在は、チベットのゲルクハ寺院では最高レベルの学問寺となっている。乱州南バスターミナルからバスで、夏川バスターミナルまで行き、 徒歩25分、または、市内バス1.3素字で、枝事行バス停下車、または、乗り合いタクシーで行くのが、一般的。ただ、蘭州から、夏川までの直行バスは1日用往復程度しか、ない。蘭州と夏川の中間にある、林夏で、乗り換えの方法だと、それぞれ30分置き程度運行されているのだが、区間バスは高速道路の利用区間が短いため、 乗り換え時間を含めて2から3時間ほど余計に、所要時間がかかる。道内の配管は40元のチケットが必要。1.3素地バスの枝事故バス停と1.23素地バスのアグリシキョウバス停の間にあるラプランテラタ中心でチケットを購入し、幾人か集まったところで、ガイド役のチベット人僧侶に連れられて、日によって異なるが4から5箇所の道内を配管し、 最後の道外で解散となる。ガイドの案内は中国語のみである。境内や道外の配管のみなら、無料となる。三木東方塔という道の上に登ることができる、道のみ20元の別料金がかかる。12時から14時までは、ほとんどの道の門が閉鎖され、境内の通路のみの配管となり、チケット売り場も閉鎖となる。チベット人は無料である。ありがとうございます。